はい、どうも吉本興業の、御三家第一人男ぶりおです。うん、眠たいししんどいしね。明日いよいよ雨の中走ることになりそうです。雨の中眠たいし、雨の中がまあやるしかないよね。雨だから走らないなんていうようなね、そんな甘い考えはないので私には、うん、雨で濡れて死ぬんですかっていう話ですよ。雨ね、なんで水に濡れたらダメなのか。ほんだらお前ら水に濡れて雨で走りたくないっていうやつらは全員これから風呂禁止。はい、というわけでね、体重はもうめんどくさいから測ってはいるけど、乗せるのは1ヶ月後、1ヶ月ごとに1回発表だから、2月1日になったら体重をまた乗せますわ。うん、では早速明日も早くからね、雨の中走んないとダメだから行きましょうかね。ランニング、今日のランニングでは行きましょう。はい、3、2、はい、スタート。今こちらでございます。今日は大作直美から来てませんか、メッセージは来てないね。大作直美からは何も来てないと。カニエウエストからは何も来てないな。ここから始めようと来てただけだな。カニエウエストからも今日は来てないというわけでね、メッセージはまだ来てない。そして今日はこれかな、51キロ累計5ラン。今日これね、2023年1月13、あとねこれですわ。いよいよ今日でオレンジレベルになりました。で次250キロ走ったらグリーン、だからまあグリーン車に乗れるっていう感じですかね。だから50キロ1週間ぐらいから、まあ今月中にはグリーン行けるんですかね、うん、でトロフィーをね取ってるんですよ。週に5回ランとかね、この辺ね、最長時間とか、あとはシルバー、ゴールド、走行距離160キロ、プラチナまで行きたいですね、このトロフィーがね、うん、この何ヶ月連続ラン、12ヶ月連続ラン、これも取りたいですね。12ヶ月連続で走りますよっていうのね、うん、というわけで今日行きましょうか。今日はもう朝一からしんどかったし、もう足痛かったね、なんか知らんけど。だから今日は昨日だって 10.7 走って1時間13分でしょう。今日は 10.4 で 10.04 かで1時間12分だからね、平均ペースがだいぶ落ちてきてます。今日もしんどかったからな、ほんまに。いや高低差がね、トラップでだいぶいかれたからな。高低差が今日は多かった。だって6分切ったのがここ4キロの地点か。なんでやろう、ここもう最後もうしんどかったから7分40とかになってますね。では、ルートをおさらいしていきましょう。今日も黒門市場から、出発いたしまして、ここを抜けてね、日本橋のね高島屋の裏を通っていきまして、ほんでどこ行ったんや、ここか、ここ下っていって、もうねうねうねしてるから、で下っていって新世界のとこ行って、まっすぐ行って、はい、マルハンね。ブルー今日はね写真撮っときゃよかったな。今日はなんか退治してたんですよ、おじ、おや、おっさんと。
威嚇し合ってました。ブルーは今日は戦ってました。多分子供を守ってるんですよね。はい、そんな感じですよ。でここを見届けて2キロ地点ね。ほんでここ行き届けて、ほんでいつものねここ。今日これどこへと行ったのかな。ここは向こうか。行って降りて行って、そうここ今日はここをね左に曲がったんですよ。今船を。その船が飛んでいけのこの今船を左に曲がったのが運の月ですよね。3キロここが上りやったんですよ。ずっとあの阿倍野の方に登っていくやつでしたわ。もうずっと上り、ほんで阿倍野のここ行って、ほんでなんかようわからん業者の車みたいに飛び出してきてね、ほんまに車蹴ってへこましたろうかなと思ったよ。ほんまにあいつらふざけやがって、うわーっつっといたんだけど、あわわーっつって言っといたんだけど、あいつらほんまにああいうね運搬のようなやっとるやつらはねろくなとこ出てないから、大学とかもう基本全部もうあかんよ。あいつらはもう政府一歩手前みたいなやつらしかおれんから、ああいう運送業界で働いてる人たちはね、うん、だから運転もね雑なんですよ。タクシーの運転手しかりね、うん、だからああいうやつらは危ない運転したらもう言っといたったらいいんですよ。ラーウェーっつって、ラーウェーっつって言っといたったらいいんですよ、うん、こらマリンちゃん何してるの。でここをね回っていきました。ここ阿部のねここにはもうねハルカスとかがあるんですよ。そこを曲がっていって、ほんでここをね行ったんですよ。ここすごい通学量だったね。ここで4キロずっとこのね細い住宅街を下っていきまして、住宅街バーっていって、ほんだここら辺がねなんかね階段やったんですよ下りの。そこももうあれで、ここがね交通止めやって、ほんでここ階段下っていって、ほんであとここはなんかなんかずーっとした、ほんでここ5キロねここで折り返しました。ほんでここら辺でねあのお嬢ちゃんがね小学生ぐらいの子が挨拶してくれたんでね、やっぱり僕のタレントオーラをあれして多分挨拶してくれたんでしょうね。でここをやっていって、天ヶ茶屋ねいつものとこ回っていって、ほんでガーガーガーといって6キロ地点ねアカンタレの横通って、ここローソンねなりのここローソン、ここすごいですよ。もうこの公園の近くやから、ここが一番この世で一番危ないローソンと言われてる。でも ATM は一応置いてるんですよ。危険ですけどねこんなとこ ATM 置いたら。ほんでここ行って、ここね学校へのここのトイレで僕いつもおしっこするんです。もしかしたらいろんな出会いがあるかもしれないから、ここのトイレでおしっこはするようにしてるんです。そしてここ行って寝てきて上がってきて、今度左ね回っていきました。うん、ほんでぐんぐんぐんと行ってね、でここもぐんぐんぐんと登っていきまして、ここどこや、あー大黒町のあたりかな。ここら辺をねぐんぐんぐんと花園から上がっていって、ほら大黒町や。でここをずっとここら辺で8キロやからね、もうけどこのまままっすぐ帰ったらちょっと距離足りないんですよ。あとは100円ローソン行きたかったから、100円ローソンの手前で10キロになりたかったから、この辺ねかなりうろうろしてたんですね。だからそういうのがあって余計しんどかったんですよね。日本橋のところねぐる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 ここ9キロほんでここ渡って、またここ来てぐる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 回ってみて、ここ100円ローソンね、100円ローソンのとこ行えて一周してやっとここで10キロということ。はい、お後がよろしいようで、ということでね、こんな感じでございますわ。はい、ほんだら今日の1枚ね、1枚2枚ぐらいかな、あったんかな。はい、まずこちらね、ちょっと待ってよ、まだやな。これを登録しておきまして、
今日の1枚、まず今日の5キロ地点、待てよ、行きますね。今日の1枚行きましょう。2、1、スタート。今日の5キロ地点がここね、この選挙ポスター貼ってるこの住宅街、稲荷のちょっと住宅街ね、ここら辺な、こんななんか犬連れたおばはんがいてましたな。犬連れたおばはんが、もう普通の住宅街けど、ちょっと先行ったらもうね、ああいう阿鼻教官のねとこ、ほんでここがねテント村新今宮、ここはもう新今宮のね駅ですよ。ここの奥が、ここはね、ここら辺が新今宮の駅、書いてるねこれ、新今宮ってね駅で、こういう風にね、こんな車止まっとるけどね、こんなもう一発で行かれるからね、こういうガードマン雇ってますね。こんなとこでみんな物色してるんですよ、このガラクタ市のとこでねガラクタのとこでみんな物色してます。でここでなんかね、宿泊場所の抽選みたいなのしてました、この裏側で。これね、こっち手前からこれ、こんないろいろありますよ。ガラクタ市ね、マットレスとかも。ここでなんか、ここら辺でなんか一人ね、おっさんがなんか缶詰食うてましたね、ここら辺。隠れてるけど、このゴミに埋もれて。ここにもこうやっては、野宿やってるものを追い出すなって言うてね、張ってました、運転してましたわ。はい。うん、というわけでね、じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。もう目がね開いてられないから。